これはきのう、鹿児島市内で撮影された映像です。橋の上に停車していたのは、1台のバス。行き先を表示する電光掲示板には、緊急事態発生という文字が。その下には、警察へ通報してくださいとも表示されています。バスの周りには、複数の警察官が、何やら話し合っている様子が。バスで何が起きたのでしょうか。通行人が思わず振り返っている姿も確認できます。バスの運行会社によりますと、昨日午後5時ごろ、酒に酔った状態の男が乗車してきたといいます。そして、男は大声を出したり、運転手の写真を撮ったりするなど、運転を妨害する行為をしたということです。バスは緊急停止し、運転士が警察に通報しました。今回の事態で、けが人はいないということです。